はい、それでは3時になりました。とりあえず安土城の方適当に行きます。めっちゃ楽しいイベントに参加できてよかったです。もうね、あともう最後フィナーレですよ。安土城の博物館も初めてなんでね、楽しみですけども、今思ったら3時か。ああいうとこで大体5時に閉まったりするから、割と時間がないかもしれないですね。まあまあ、でも1時間もあれば見れるでしょう。着くにも30分かからぐらいで着くと思いますし。とりあえず行ってみよう。いやー、しかしね、軽音ね、豊里小学校9の、軽音、まあ見たことはないんですけど、楽しめました。かなり楽しめました。大満足です。で、ちょうどイベントっぽいのと重なってたんで、人形のやつはあれはちょっと別やったんかもしれないですけど、ちょうど音楽会みたいなのやってました。音楽会っていうかライブやってて、ちょっと軽音で使われた曲なんかわかんないんですけど、多分使われた曲だと思うんですけどね。いやー、結構もう本当好きな人たちが集まっててね、入りにくい雰囲気でもなかったです。別に普通に入っていっても何もなかったですし、いやー、ああいう雰囲気入っていくの意外と私好きですよ。全然否定しませんね。ああいうのを別に趣味にね、力注ぐのはいいとこ、いいことだと思いますしね。なかなか楽しかったですね。まあもしね、自分がそれ内容知ってたらもっと楽しめてたんでしょうけども、まあ、ちょっと残念ですね。で、結構多分古いと思うんですけど、まあもうちょっと古いから見てみようとはちょっともうね、すいませんけど思わないんですけど、まあうん。とても楽しかったです。なんか黒い髪の毛の二人組、ツインテールとポニーテールかわかんないですけど、ね、可愛らしい二人組のぬいぐるみって着ぐるみ着たりしてましたけどね、よかったですよ。手振ったんですけどね、めっちゃ無視されました。ちらっとこっち絶対見えてると思うんですけどね、ちょっと無視されちゃいましたね。ちょっとあれですかね、この人、絶対ファンちゃうやろっていう感じ、バレたのか。でも全然拍手とかして乗ってましたしね、自分も。ちょっと警戒されたのかな。で、多分あれ、中身とか言ったらあかんな、そういうちょっと夢壊したらあれですけど、絶対男性でしょあれ2人ね。え、ちょっとでもまあ中身別にバレないんだから、ちょっと手振ってほしかったなーっていうね、ちょっと残念ですね。いやでも好きですよ、そういうの。自分は悪くは思わないですよ。正直あれのおかげで楽しめましたしね。何もなかったらただ見学してっていうね、あれ暗い静かなとこ見学してで終わってるところ終わってしまうところが楽しめましたしね。よかったですよ。なんかお菓子パーティーみたいな並べてねセットあったけど、あれも実際アニメにあるみたいなんですけどね、すごい美味しそうでしたね。はい、好きですよ本当。
すごい道、これ車で行くん大変やな。わあすげえ。あんなんなんや、知らんかった。来てみるもんだな。これ左か、めっちゃ立派やん。こんないいとか思わんかった。ライダーがいる。どこ止めたらいいやん。到着しました。安土城のなんかの博物館、正式名称は後でまた載せておきます。安土城考古博物館でした、名前。中は撮影禁止なのであれでしたけども、とても楽しかったですね。結構意外と良かったですね。で、信長の館の方がちょっと今日は行けなかったんで、また次回オープンした時に家族で来ようと思います。はい、4時半を過ぎたところ、結構楽しかったですね。普通に1時間ぐらい見れました。はい、では帰ります。こっちどんな感じになってんのかな。信長の方は行けんかったけど、こっちなんでしょうね多分。 なんで見れんかったんかはよくわかんないですけど、あれ出口どこや。あ、公園もある。あ、でっかい公園あるわ。あ、これ遊びに来れるな。沼もあるし。はい、西の湖ってとこをね、通過して、あ、まだ湖岸あっちか、大中。あれ曲がった方が早かったか、曲がった方が早かったか、ちょっと道迷ったな。くっさいくっさい、ここへん。うわ、牛や、牛、牛がいっぱいいるわ、左もう。へえ、こんなとこあったんや、全然知らんかった。で、多分こっちの方行かんとね、普通に琵琶湖に着くだけで遠回りになるんですよね。で、多分くっせくっせうくっせ、いや多分合ってると思うけど、くっせ、すごいなここ。なんで何を言いたかったんや。まあとりあえずね、もう今はもう5時17時です。もう暗なってきましたね。もう草津の道の駅に着こうには5時半でも真っ暗かもしれません。もう結構寒くなってきたしね。本当季節もう冬が来るの嫌ですね。冬嫌いなんでね。とりあえずこっちで合ってるかな。なんか湖岸道路が見えてきた。帰れそうや。しかもちょうどいい感じの道を曲がれたっぽいな。最短距離で行けたんちゃうかこれ。渋滞にはまってしまいました。どこまで続いてるんやこの渋滞は。あの信号で終わりやったらいいんですけど、それよりも続いてるようであれば裏道行こうかなとも思いますけどね。ではちょっと信号を曲がってね、あのどうせピエリの交差点も混むんでね、ちょっと裏道行こうかなと思います。よいしょ。はい、めっちゃ裏道スイスイ行きます。小川が混んでるので、もう暗なってきましたね。もう映像も
見れたもんじゃないかもしれないですけどね。とりあえず、まあ、もうちょっとだけお付き合いください。近江八幡のメタセコイア並木、偽物。はい、帰ってきました。もう暗闇。もうね、今17時50分ですわ。かなり渋滞してたんで、もうずっと並木通っていって、琵琶湖橋の前の交差点も絶対混んでるの分かってたんで、本当にずっと裏道ばっか通ってきました。お、まだバイク止まってるな、この時間でも。さあ、あの辺止めていこうか。はい、ゴールです。それではこれで終了です。 CBTR2023 これにて終了となります。ご視聴ありがとうございました。